夏ドラマはスノーマンメンバー出演作が目白押し、目黒蓮、渡辺翔太は主演の大役を務める。今年1月にデビュー4周年を迎え、ますます破竹の勢いを見せているスノーマン。アイドルとしての活動に加え、メンバーの俳優としての活躍も目覚ましく、7月クールのドラマにも出演が決まっている。そこで本記事では、この夏の新ドラマに出演するスノーマンメンバーをピックアップしつつ、注目ポイントについても紹介したい。まず、2022年放送のドラマ、サイレント、フジテレビ系での熱演で、俳優として一躍脚光を浴びることとなった目黒蓮は、7月1日から放送スタートの月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系で主演を務める。同作は、サイレントの制作チームが再び集結した完全オリジナルのストーリー。目黒が演じるのは、ある日自分と血のつながった娘がいることを知る青年、月岡夏だ。プロデューサーの村瀬健氏は公式コメントの中で、目黒さんの芝居に対する真剣な思い、作品に対する誠実な思いを改めて感じ、見てくださる方の心に響くものにしたいという同じ思いを持っていることも改めて強く感じましたと起用に至った理由を明かしている。目黒は今回初めて父親役を演じるが、同作でも役と真摯に向き合い、新境地を見せてくれることだろう。